ナンバーアンダーライン愛、ラージア最先端住一組が夢の共演、NHK ミュージックエキスポ2024収録レポート。二度目のトークで姿を現したのは、ウェイブイ、ナンバーアンダーライン愛、リーズの三組。グローバルアーティストが夢の共演を果たす音楽番組、NHK ミュージックエキスポ2024が、8月22日、木曜日22時より NHK 総合で放送される。 昨年9月に放送された第1回は NHK101 スタジオで収録されていたが、今回は会場を NHK ホルへ移し、よりライブ感の強いステージを実現。開催日数も1デーから2デーズとなり、出演アーティスト数も8組から11組へスケールアップした。また、2年目となる今年は、アジアから世界に躍進を遂げるアーティストたちがキーワード。イリット、新しい学校のリーダーズ、XG、w a y エンハイプン、トゥモローエックストゥギャザー、ナンバーアンダーラインアイ、ブライト、リーズ、ミーアイ、エルイス・セラフィムといったグローバルに活躍するアーティストが日本、韓国、中国、タイなどから集結し、それぞれの魅力を輝かせるとともに一夜限りのコラボレーションで見せた。本校では、8月10日、デイ1、11日、デイ2に行われた収録の様子をお届けする。8月10日、 くから芽生えた友情、夢のコラボも、ぶちかます。WayV イイ、XG、No.1&I、Lease、l e s s e セ a フ i m の5組が出演した Day1. 収録前から NHK ホルにきらめく個性豊かなサイリウムは、推しの登場を待ちきれないオーディエンスの胸の高鳴りを映し出しているよう。いろんなアーティストが集まる場だからこそ、自分が応援しなくては、というファンの熱が、 その場にいるるだけでじわじわわわと伝わってくるまた、個性豊かなのは、テンライトのデザインやカラーだけでなかったのも印象的だ。パッと見渡しただけでも、年代や国籍がバラバラな観客たち。n h k ミュージックエキスポは、アーティストだけでなくオーディエンスまでもダイバーシティなのだと、その光景は伝えていた。前説を終えると、ステージには MC の山里亮太、南海キャンディーズが登場。 今世界で活躍するアーティストの皆さんが、ここ NHK ホールから熱いパフォーマンスの数々をお届けします、と告げると、会場はさらに熱狂の渦へ。最高潮の盛り上がりの中、ライブにつながれていった。トップバッターを務めたのは、デビュー直後にもかかわらずコーチェラフェスティバル出演を果たし、大きな話題となったナンバーアンダーラインアイだ。デビュー曲の強盗を披露し、 幕開けにふさわしい勢いのあるステージをぶちかましていった。続くリーズは、ブームブームベースで息の合ったライブを展開。タイミングだけでなく、手足の角度やリズムの感じ方に至るまで意識の行き届いたダンスは、並外れたこだわりを感じさせる。圧巻のエンターテインメントを前に、口元を手で覆い、瞳を潤ませるブリーズ、リーズのファンコショーもいた。余裕たっぷりに、ギブ・ミー・ザットをパフォーマンスしたのは、 中国を中心に活動している WayV だ。舞台上でメンバーが色気を放つ度、客席にはウェ a y z e n n i WayV のファンコシの声にならない声が満ちる。ここぞという瞬間では、たっぷりと愛嬌も炸裂させ、カメラの奥にいる視聴者も現場に集まった観客も射抜くようなステージを作り上げた。この日、初となるトークでは、l イ・セラフィムと XG が登場。ツアーのマストアイテムや盛り上がるコメント、 プライベートの過ごし方などをテーマに、トークを繰り広げる。最後には、ハユンジン・エルイス・セラフィムが、私たちと友達になってくれませんか、と XG へラブコール。それを受けた XG は手でハートのサインを作って答え、微笑ましい交流を見せた。そのまま XG はステージに残り、サムシング AIN110 インオフティーライトのパフォーマンスへ。ポップでキュートなステージにはエネルギーがみなぎり、 観客席の多くのく方までパッションが広が広っていくライブ後もマイクに残った荒い呼吸は彼女たちが立った一曲のステージにも出しをしみせず全力投球していることを物語っていた。二度目のトークで姿を現したのは Wavey、n o ン l i n e ン Lease の3組。ライブで盛り上がる中国語韓国語日本語やよく聞く日本のアーティストの話題で盛り上がり終始沸きあいあいとしたムードである。 この日限りのスペシャルステージでは、ダンスで3グループの楽曲を繋いでいく。リーズ×ウェーブイブ×ナンバーアンダーラインアイダンスメドレーをドロップ。各グループのパフォーマンスが間髪なく連なっていくことにより、それぞれの個性を際立たせると同時に、国境を越えたシーンの連帯感を感じさせ、終盤には、ダンスメドレーのラストを飾る演出を披露した。令和が終盤戦へと差し掛かる頃、 イージーを引き連れたエルイス・セラフィムがステージへと舞い降りた。最高難易度と呼ばれる楽曲だが、軽さと重さ、柔らかさと硬さなど、両極端な要素を難なく混ぜ合わせたダンスは、ドラマチックで美しい。圧倒的なパフォーマンスとカリスマ性が際立つライブでオーディエンスを虜にし、しっかりとラストへバトンを繋いだ。令和のラストを飾ったのは、オープニングでも爪痕を残したナンバーアンダーライン愛。 8月19日リリースのファーストフルアルバム、ノー・イチのリードトラックである、INZM を投下し、1曲目以上にぶちかます。8月11日、デイツー先輩後輩のスペシャルコラボ、リーダーズやタイの司法も熱演。11日に開催されたデイツーも、1日目に負けない盛り上がりを見せた。出演は、イリット、新しい学校のリーダーズ、エンハイプン、トゥモロー X ・トゥギャザー、 ブライト、ミー、アイの6組。前日同様、色とりどりのサイリウムと多彩なオーディエンスが NHK ホルを満たし、アーティストと一体となってパフォーマンスを彩った。02のオープニングを飾ったのは、k p o p アーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを遂行中のトゥモローエックスト o g a z 以下、テキストだ。黒いリボンを用いて、一つの誓い、We'llNeverChange を披露し、 力強くもうら,らかなパフォーマンスで見せる。少し前までは、がのために着席した状態でパフォーマンスに参加していたベオムギューが、目の前で踊っている光景も、MOA、くもろう X トゥギャザーのファンコショーにとっては胸に迫るものがあったことだろう。最初のトークには、新しい学校のリーダーズ、エンハイプン、くもろう X トゥギャザーが登場。海外の言葉を覚えるコツやハマっていること、そして日本のダジャレについてトークし、 盛り上がった。収録は、再びライブセクションへ。新しい学校のリーダーズは、チェンジを投下すると、会場の空気を一瞬にして掌握。即座に楽曲の世界に潜り、4人にしか生み出せない独特な空間を作り上げる。曲の後半には、一段とオーディエンスに近い距離でパフォーマンス。最後は、下校と叫び、勇ましく通路を走り去っていった。続くエンハイプンは、 スモークが広がる舞台へ立ち、XO o n オ y オンリー・イフユ y セイ・エスを導いた。どの角度から見ても美しいフォーメーションは、さすがの一言。それでいて、単に揃っているだけでなく、柔らかさや抜け感まで演出してしまう。圧倒的なコンセプト消化力を誇るグループとして、レイラかかつ爽やかにポップナンバーを表現してみせた。二度目のトークでは、共に今年デビューしたイリットとみ愛が登場。 さらには、ゲストとしてエルイス・セラフィムのキム・チャイワンとサクラも姿を現し、胸が熱くなる共演にオーディエンスが湧き上がった。デビューして間もない二組からエルイス・セラフィムの二人へ、大きなステージで緊張しない方法やステージでの表情の作り方、体型を維持するためのルーティンといった質問が投げかけられる。ウイオドリジシーにグループに寄り添うように、キム・チャイワンとサクラは丁寧に言葉を送っていた。が開けると、 Me, I がデビューー曲であるククリックをパフォーマンスキラキラとキュートなオーラを振りまいたかと思えば、ダンスブレイクではメリハリのついたモーションでクールに見せる。これまでにいろいろな舞台で披露してきた経験を詰め込んだ、気合に満ちたステージだった。転換を経て、イリットがマグネティックを披露するターンへ。足を負傷中のモカは、残念ながら椅子に座りながらの振り付けとなったが、 だからといってイリットならではのコンセプトは揺るがない。効果音に合わせて表情を決める、表情チャレンジの瞬間も5人で抜群の愛らしさを放ち、観客の心をわしづかみにしていった。2グループのパフォーマンスを終えると、ステージには MC を務める山里の姿が。展開の読めない状況に、オーディエンスからはワクワクとした熱気があふれ出す。それを見越したかのように、山里は、せっかく今日、 これだけ素晴らしい方々が揃っているんですから、ここならでは、ってものを見たくないですかとたきつけ、トゥモローエックス・トゥギャザーとエンハイプンによるスペシャルコラボステージを宣言する。今回のコラボステージは、両グループの代表が一人ずつ現れ、デュエットで j p o p をカバーするというもの。先発のヒューエニン会、トゥモローエックス・トゥギャザーとジャングワン、エンハイプンは、グルービーなボーカリゼーションで、後発の大ヒュン、t o m o r o x t o g a とヒーセング。 エンンハイプンは、透き通った声色で、会場を大いに魅了した。それぞれが何の j p o p を歌ったのかは、予想しつつ、ぜひ放送を見て楽しんでほしい。その後には、n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4唯一のソロアーティストであるブライトが日本の音楽番組に初出演。天から降り注ぐライトを一身に受けながら、エモーショナルに世界初披露となる楽曲を歌い上げていく。スタンドマイクの前にたみ、 歌声に感情や情景を込める姿は、タイを代表するアーティストたる凛とした風格がある。会場のサイリウムもしっとりと揺れ、叙情的なボーカルに浸る贅沢な時間となった。ライブ後には、ゲストにタイ出身の店、ウェイブイを招いて、ブライトと一緒にトークセッション。タイのおすすめの食べ物や場所、知っていると便利な言葉などが二人から山里へ伝授された。そして、この日のラストを飾ったのは、 トゥモロー X トゥギャザーのアイルシーユーゼア・トゥモローだ。基本的に定位置での振り付けとなったが、フォーメーションを工夫することで孤立感のないステージングを実現。今あるすべてをこの瞬間に注ぎ込み、エネルギッシュにパフォーマンスをやりきった。全1一組のアーティストが NHK ホルにて個性を炸裂させた。NHK ミュージックエキスポ2024。彼らがいるなら、これからのアジアの音楽シーン。 聞いては世界の音楽シーンもますます盛り上がっていくはず。そう確信せずにはいられない二日間だった。きっとそう遠くない未来で、伝説の番組として語り継がれることになることだろう。放送では、この記事で紹介した曲順通りではなく、Day1、Day2 のパフォーマンスが織り交ざった形でお届けされる予定だ。ぜひ、夢の共演をその目に焼き付けてほしい。